カンナダ語映画は、インドの映画のうち、カンナダ語で制作された映画であり、カルナータカ州に拠点を置く映画業界を指す。チャンダナバナ、またはサンダルウッドの通称で知られている。カンナダ語映画はインドにおいて、ヒンディー語映画、テルグ語映画、タミル語映画、マライアーラム語映画に次いで5番目の工業規模を持つ映画産業である。2017年時点で、 産業の拠点であるベンガルールでは、毎年190本以上の映画が制作されている。1934年に、初のカンナダ語登記映画、サティス・ローチナが公開され、続いて、バクタ・ドルバが公開された。サティス・ローチナは、チェン内で撮影、録音、ポストプロダクションが行われたほか、一部の撮影は、コール・ハープルのチャトラ・バティスタジオでも行われた。 1949年に、ホナッパ・バガバサールが、バクタ・クンバラをプロデュースし、パンダ・リバーイーと共演した。彼は1955年に、マハーカビー・カーリダーサをプロデュースし、同作でデビューしたビー・シャロー・ジャゲビは、後に、カンナダ語映画のスター女優になった。BS ・ランガは、ビクラム・スタジオの下で、俳優、脚本家、プロデューサー、監督として活動し、 カンナダ語映画界のランドマークとなる映画を数多く制作した。ラージクマール・ビッシュヌバルダン・アンバリー・シュビー・サロージャ・デビ。ラージクマールは、グッビービー・ランナのガビードラマ・カンパニーで劇作家として長年活動した後、1954年にベダラ・カンナッパで映画デビューした。その後は、バクタ・カナカダサ、ロネ・ティラ・コンティロバ、サティア・ハーチ・チャンドラ、スリ・クラチナ・デバラや、 バクタ・クンバラ、マユラ、ボブラ・バホナ、バクタ・プロラダなどで、神話上、歴史上の人物を演じて高い評価を得た。また、妻のパルバタン・バラージ・クマールは、映画制作、配給会社、バジレー・シュワディ・コンバインを設立して、プロデューサー、配給者として活動した。シャンカル・ナーグはメソッド俳優として知られ、オンダノンズ・カラダリーで、インド国際映画祭最優秀主演団優勝を、 受賞した。彼の弟はなんとのアナントナーグも俳優として活動している。MV バスデーバラオはキャリアの中で200本以上の映画に出演したが、チョマナズジー以降は主演を務めず小さな役柄のみを演じるようになった。ビシュヌバルダンは1972年にギリシカルなどが監督したバムシャ・ベレクシャで俳優デビューし、同年12月に公開されたナガーラアブで 初主演を務めた。ナガーラーブはバンガルールの主要産劇場で公開日数100日間を記録した最初のカンナダ語映画となった。彼は37年間のキャリアの中で200本以上の映画に出演している。アンバリーシュもビシュヌバルダント、同じく1972年にナガーラーブで俳優デビューし、悪役、助演俳優としてキャリアをスタートさせ、後に 数多くの映画で反抗的な役柄を演じてカンナダ語映画界での名優の地位を確立しレベルスターと称された。また彼は故郷の地名にちなんでマンジャダ・ガンズとも呼ばれている。ビーサ・サロージャデビはインド映画史上最も成功した主演女優の一人に挙げられ60年以上のキャリアの中で200本以上の映画に出演した。彼女の演技は高く評価されており、 カンナダ語映画界から、演技のサラスバティ、タミル語映画界から、カンナダのオウムと呼ばれている。カンナダ語映画は、パラレル映画の発展に大きく貢献している。初期のパラレル映画では、ギリシカサラバリ、ギリシカルなど、GVIR が活躍した。人気を博したパラレル映画監督には、T.S. ナーガバラナ、B.V. カラントがおり、プッタナカナガルは、 パラレル映画と主流映画の架け橋になったと評価されている。プラカーシュラージ・サンチャリ・ビジャイ・ロックライン・ベンカテ主、スディープ・プラカーシュラージは、トゥール・ダルシャンのテレビシリーズ、バイシルー・崩れガドダ・ブータでキャリアをスタートし、その後、ロネディラ、ニッシュカーシャ、ラ・カップ・デスなどの映画に助演俳優として出演した。彼は、ビシュヌバルガンと共演した、ケヤクリで人気俳優となり、 この他に、ミサリア・シースロー、マシナ・カーラなどで、ビッシュヌバルダンと共演している。その後は、他の言語映画に活動の場を移したが、1997年に、ナガマンディロに出演後は再びカンナダ語映画で活動するようになった。シャクティ・プラサードの息子アルジュン・サルージャは、主に南インド映画で俳優として活動している。代表作には、プラサードがあり、同作は、 ベルリン国際映画祭で上映され、彼はカルナータカ州映画賞最優秀主演男優賞を受賞した。サンチャリビジャイはナーヌイバナラ・アバルーでトランスジェンダー役を演じ、ナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を受賞した。これにより、彼は MV バスデーバラーをチャルハサンに次いでナショナルフィルムアワード最優秀主演男優賞を 受賞した3人目のカンナダ俳優となった。シバ・ラージクマールの代表作には、ジャヌマダ、ジョディ、アナンド、ラス・アサ・ターミー、ナンモー・ラ・マンダーラ・フーブ、シーバ・ダ・マリ、チグリ・ダ・カナスがあり、1995年に出演した、オムでは、インド映画におけるギャング映画の潮流を作り出した。ロックライン・ベンカティは1992年に、映画制作会社ロックライン・エンターテインメントを、 設立し、これまでに25本以上の映画をプロデュースした。新世代の俳優の中で、プニート・ラージクマール、ラクシュト・シェッティ、スリープは、最も出演量が高額なカンナダ俳優の一人として、知られている。ラクシュト・シェッティの主演作、キリック・パーティーは、制作費4億ルピーを投じて、工業収入5億ルピーを記録し、カルナー・タカ州の主要劇場で150日間、 上映されるヒット作となった。ハムサレイカは若い世代から人気を集める作曲家で音楽のブラフマーと呼ばれている。彼はカンナダ語映画に本格的に西洋音楽を取り入れたことで知られている。マノムルティはガネーシュとプージャーガンディが主演を務めたムンガル・メールの映画音楽を手掛けた。アルバムがリリースされると映画で使用されたアン・イサシードが人気を集め、 アルバムはカンナダ語映画音楽の記録を更新するヒットチャートとなった。2007年5月時点で20万枚以上の CD が販売された。1941年にインド初となる政府主導の映画学校がベンガルールに設立され、シュリジャヤチャマラジェンドラポリテクニックと名付けられた。1996年2月に撮影コースとサウンド テレビジョンコースが分離し、ヘサラガッタに、世界銀行の支援を受けて、ベンガルール公立映画テレビ学院が設立された。ありがとうございます。